はい、こんにちは、マクティです。今日はですね、雨の中これから田山三鷹さんのところにのイベントの、300さんのイベントにツッチーさんが来て、ツッチーさんのちょっと一部ね、この間つけたコラム、ここのねコラムがイオン化するっていうので工具を積んで、イオンを直しに行くところでございます。まあ、この雨の中、イベントもね、どれだけ人が来てるのかよくわかんないですけど、まあ、せっかく行くんだからね、楽しめたら。左方向です。ということで、これから、途中でね、ミヤンさんをピックアップか、ミヤンさんが行くか行かないかわかんないけど、ミヤンさんってね、ちょっとパーツを受け取ってから、それから迎えたいと思います。ではゲッチでまた。今日は田山三鷹に来ています。早速コーヒーごちそうになりました。ちょっとね、コーヒーマスクしてると飲めないですから。デモカーがね、2台ぐらい置いてあって、かっこいいです。この間も見ましたけど、もうじきツッチーさんも来ると思うので、まあ、来たらちょっとツッチーさんの車コラム直したりとかしながら、ちょっと皆さんと会話したいと思います。もうあんま走れなくなったし、そういう面倒くさいのもあったから、もう嫌で使えないかなって。僕でもね、そんなに500円じゃない。これいいな。いくらだ。行動をいろいろやって、忍者だと重たいな。ラインアールっていう、まず軽いの。ありがとうございます。よろしいですか、はい、このままでも。すいません。はい、どうも。早速買いました。2つ買って、1つが車用で、1つが家のキー用にします。1つが家のキー用ですね。こちらは車のキー用、これね、車のキー用と。こちら今までね、アバルトの純正みたいなやつ使ってたんですけど、これをこれに入れ替えると。こんな感じですね。もう一つこっちが、これも良さげですけど、こうね、キーホルダーがキーだけを入れられるって。なので、まあ、このシャフトにキーが通らないといけないんだな。よし、これでシャフトこうやって通らないから、これを開けないとダメだね。家帰ってやりましょう。ちょっとこっちはね、キーが通らなかったので、この穴系がね。なので、ここに何かくっつけるか、この穴をちょっと大きめに開けるかしたいと思います。かっこいい。いいっすよね。ツッチーさん登場。今ですね、調整してるんですけど、微妙に擦るんですよね。当たってるな。なんかここが動いてるな。あ、ここで当たってんの。
上がってるのここだね。よし、だいぶ落としなくなりましたね。ほんとね、微妙にずらしただけなんですけど、おー、ラフィットアルファ、そう、シリーズ4用、シリーズ4と3で違うんですか、これ。そう、これ取れないし、おしゃれー、大きいっすよね。これ両面ケーブル取れないんですよ。へー、まだ置いただけですね。脱水しないとですね。あ、ここまでだから大丈夫なんですね。おしゃれ。ワンポイントね、黄色が入る。ああ、いいですね。見栄えがね。横須賀縦入んないんだ、縦入んねんだ、これ縦入んないんで、すごいな、ちょっと濡れちゃってごめんね、うん、横ですね、すごいな、縦はちょうどギリですね、ちょうどここが頭なんで、ね、で僕の車行きましょう、ちょっと肩型だけど横が入んないからまあこれありますけどね、これ、まあね、でも横が入んないから、縦で、縦はもう全然あれですよ、だから縦ですらここと同じぐらいね、だからちょうど、ね、ちょうどあのね、すごいな、横が入んないから空地を張ってくるように見えますよねだってこれ何センチですか、これ4センチぐらい、そう4センチってすごいよね、スーチーさん、あの車検はいく何センチか知ってますか、ちなみに言ってないんだ車検タイヤじゃないんだすごいな、はい、今日はですねタイヤマンさんの三鷹店にお邪魔して、300さんのイベント的なところですね、です、行ってきました、まあ、ツッチーさんとかね、ミヤンさんとかトコポレさんとか、およそ200メートル先左方向です、この間富士スピードウェイで出会った方、また新しくですね、いつも YouTube 見てくれてる方たちと結構いろんな方と出会いまして、いろいろお話できて楽しかったです。いやー、来てくれる方で今日もすごいいっぱいね、いろんな方とお話しして、まあ、いろんな職業の方がいらっしゃってお話ししてて楽しいですね。まあそんなわけでね、次はイベントが、僕のイベントは次はね、フィアットフェスタですね、群馬のね、みなかみの宝台木っていう、まあ、僕のほぼ地元みたいなとこなんですけど、そこはエートゥルッコさんがやってるイベントで、まあ、それもねほぼ毎年行ってるんですけど、去年なんかのようで行けなかったのかな、でも今年ねコロナでどうかなと思ったら、いつも夏前にやってた気がするんですけど、今年は10月にずらしてなんとか実施できるようです。で僕はそこでラリーに申し込んだので、まあ、ラリーでね、でナビにですねミヤンさんに乗ってもらって、ちょっ
と走ろうと思います。まあ、ラリー言うてもね、あの駒津で進んでいくだけで、別にスピードとかねそういうのを競うわけじゃなくて、ちょっと群馬のねこう田舎道を2時間ぐらい走るのかな、よくわかんないですけど、毎年行っててね、出発しますなんてラリーの人いなくなってから帰ってくるの昼過ぎな気がするんで、まあ、結構な距離を走ってくるんだと思うんですよね。で帰ってきて、そしたら今度スラロームを、まあそれも競うんじゃなくて、なんか決められた時間で走るみたいなこと言ってましたね。まあそんなわけでですね、今回はまあイベントを参加してみるということで、いつもはミーティングみたいにねみんなと会うだけだったんですけど、まあ、ちょっとね群馬今年全然行けてないし、まあそういうのねラリーなんかちょっと出てみて、どんな感じか皆さんにお伝えできたらななんて思ってます。今日はあいにくね一日中ちょっと雨、霧雨的な雨とか、ちょっと一回本降り的になってきましたけど、まあ今もねちょっと霧雨ですね。いや相変わらずね、300さんのイベントいろんな車来て面白いですよ。まあ刺激になりますよね。僕の車はね何にもしてないですけど、まあ次フィアットフェスタ行って、次がもう10月終わったら、あとはツーリングかな。ちょっとね全然今年ツーリング行けてないので、まあ本来僕は車整備してツーリングを、まあ結構関東とか、まあ群馬が多いんですよね、やっぱり地元なだけにね。群馬行って、まあ群馬だいたい軽井沢抜けて、春名抜けて、赤城を抜けて帰ってくるみたいなねパターンが多いですけど、まあ、いずれそんなところもねお伝えできたらと思います。それでは、また来週ですね、何かアップできたらと思いますので、よろしかったらご覧ください。それではご覧いただきありがとうございました。